1問目のお題はこちら。はあ、今日は登校日か、時間がないからトーストを加えていかなきゃなと失礼させて。大原さん、あの時のやつ来い、あの時のやつ来い、あの時の。ケゾンさん、今後関係を築いていきそうな面白い女。パンさん、ああ、今日は名字のあいえお順が近いからあいつと日直だ。パスさん、休んでる彼にプリントを届けなきゃ。プリントはここから右へ5歩、前に3歩。私の名前は贅沢かしら。自分から言う前は聞いてる。これ大原さん、この中で長って名前の人も私の。直安さん、うお、男いっぱい登場、順番に話しかけながら名前を下に示すか。若い男性の教師がより若い女性の私に何の用事。ハンさん、3年分関数にして17漢文チュンチュンしたから好きです。冷めるって随分引っ張ったし。パッチさん、私がマネージャーを務めるバスケ部の目標は全国制覇、全国で一番強いバスケチームになるということ。指先の爪のほくろが梅津和夫でいう化け物化する印よ。今井さん、違う漫画だよ。大原さん、この私がこの漫画がすごい1位の広い。いけないこと、遅刻やまたそれに類するもの。ファンさん、今日から私は屋上に入っても大丈夫な高校の高校生。あ、ライバルの女が歩いてるわ、死にそうだし追うか。あるけどね、ライバルの女性の絶望したライバル止めるみたいなのありますけど、ね、残り50秒、決勝も4分2問です。大原さん、え、あなたも女の子なの。読者食いつけ食いつけ。説明せずっていうか、言わないこといいことだし。はい、岩村さん、お風呂で滑ってブクブクってなるわよ。わざと、めんどこさん、私はヤングミ先生、生徒たち。はい、アジックタイム、まあ、さすがに決勝なんで全員認めましょう。ファンさん、ああ、そろそろちょうどいい規模感の夏休みが近くでやっている時期、近くに浴衣が買いやすい店もある。はよ行け。分かった。パッチさん、夜道で二人きり、明かりは街灯だけ、それはそれなのに彼は眩しい、これは主観。岩井正さん、
こんな水着は恥ずかしい。大原さん、おやすみ。明日も可愛い私を学園にお届け。おい、転校初日の生徒を紹介するぞ。いらないって、そんなの。名古屋さん。いや、夏休み多くのことがあったな。記憶だし、後から内容が変わる可能性もだけど。では本日最後のお題になります。企業や団体のイメージキャラクターが一切のルール制約なしでどちらかが倒れる前に戦う地下闘技場に足しげく通っているそうですね。印象深かったです。企業団体イメージキャラクターが一切のルール制約なしでどちらかが倒れる前に戦う地下闘技場に足しげく通っているそうです。印象深かったことがありますか。4分間スタートです。はいはい、止めなさい。引き分け引き分けっていうダンロップおじさん。ファンさん、芸人のスギちゃんが確かの厚生労働省のなんかヤブカのその電線の領地を気をつけましょうみたいなののイメージキャラクターをやってるんですけども、そのスギちゃんも出場してて緊張して袖でコーダをチビチビ飲んで。ヘコモさん、男だって強いんだもん。倒したらもう言っちゃうよ。チャレンジャークー。煽りだったんだこれ。確かに本人は言ってないもんな。岩井の瀬さん、最近野沢雅子超えのこのキャラが強い。マジさん、なんかミルクボーイのコママがいて、なんでいいんだろうと思って見てたら転んでコーンフレークを全部こぼしてしまった。間違いなく情けないし。やってたかなコーンフレークなんか。ファンさん、スカイラークの鳥代理形態。はい、岩山、あ、いかがですか。体重より技だ。本当に格闘技として見てる。小原さん、転職サイトタイプのイメージキャラクターの春日です。バカリズムさん、相撲を取りましょう。バカリズムは演技やってますからね。小原さん、あなたのオフィスにすぐにお届けタウンメールの人が来て、卑怯ではないですね、そういうルールですから。こんな雑魚たち倒すのも一つのリッツパーティーなのかしら。沢口洋子さん、これで15連勝です。なんかミルクボーイが警察のな、なんか銃を見つけた時に電話を利用して銃をめちゃくちゃ装備してる。ペルトモさん、ブル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 、アイアイブルベリアイオス、オラゴク。決着がついたと思ったら、なんか子供の声でドナルドって本当に死んだのって。ファンさん、
の目が1と0の、 あのマイナンバーのウサギがあの本気を出してあのすごいカンストをしてトップバリューでは再現できない。マジックタイム。いやすごいみんな受けてますけど、相対評価ですかね、これ。パッチさん、あのミルクボーイがお母さんのイメージキャラクターとして出てきて、全国のお母さんに向けてお礼を言っていた。あなたミルクボーイが戦うのを見たいだけだよ。薄味戦えるイメージないけどな。あ、ファンさん、高見盛さんが突っ張り一発で野沢雅子さんを倒した。岩井雅子さん、ノバウサギが復活したところ。大原さん、負けて泣いてるキャラクターの元に伊藤忠の手が。ヘルトモさん、パンパンパン、朝はパン、でも今日は何も食べてないの、つまりあなたたちなんて朝飯前ってこと。松井さんが本日勝利しますとプラチナランクへの昇格戦へ。めちゃくちゃ勝ってる。最後、名古屋さん、これ伝わりますかね、あのドアの前に靴が揃えて置いてあって、なんだろうなと思ったら、あの近くに踏みつぶされた目玉が落ちてて、あのどっかの不動産屋 の、 あのドアから目が出てるキャラクター。せっかくなんで下から参りましょうか。6位58ポイント岩井雅香さん、5位116ポイントペルトモさん、4位139ポイント直安さん、3位161ポイントファンさん。もう一応確認しますが、まだ送ってらっしゃいないですね、大丈夫ですよね。優勝が177ポイント、準優勝が175ポイントです。では、優勝者の名前言いましょう。優勝は、大原さん。本当に惜しかったですか。ありがとうございました。